マルヒラアジはアジカに属する海水魚である。インド洋と西太平洋の熱帯、亜熱帯域に広く生息し、日本でも南日本で見られる。全長30センチメートル程度の中型魚で、単独か小さな群れで水深の深い岩礁や珊瑚礁をゆっくりと泳いでいることが多い。漁業や釣りの対象となることはほとんどないが、食用としては微味とされる。 1980年代まで独立種として扱われていたキーヒラージは、現在では本種に統合されている。マルヒラージは、鈴木木アジカの鎧アジ属カーニーズに属する。本種は1830年に航、後海サウジアラビア沖で得られた標本を、ホロタイプとして、ドイツの博物学者、エドワルト・リッペルによって初記載されている。彼はこの時本種を、 銀河メラ持続ケランクスに分類し、ケランクスクーローリアピネタスという学名を与えた。種商名のクーローリアピネタスは、ヒレの青いという意味だが、本種の特徴には合致しないため、命名にあたり、リュッペルが他種と混同していた可能性が指摘されている。この記載文を含む書籍が出版された時、おそらく誤植によって、 ゲランクス・キャローリア・アピネタスという学名が掲載されて、しまい、この誤った学名を用いている文献も広く存在する。本種は、その後、現在では、シマアジ族スドカーアンクスのシノニムになっているシチャラ、族に移された後、ヨロイアジ族カーニズに移されて、現在に至る。本種は他にも5回独立に再記載されている。中でも1924年に、 脇谷陽次郎が記載した、キーヒラージカーンイズウイは、実際には、本種の若い個体に過ぎなかったが、1986年に、ウィリアム・スミス・バナズによって本種に統合されるまでは、広く独立種として扱われていた。マルヒラージカーニズ・クーローリア・ピネタスズ・ヨクガは、平たして、背則の方が腹則よりも膨らんだ、卵円形の体型を持つ、中型の種であり、 最大で全長4 1トルに達するが、よく見られるのは3 0トルほどの個体である。背びれは2つの部分に分かれ、第1背びれは8トゲから、第2背びれは1トゲ、20から23難情からなる。第2背びれのトゲは、幼魚では糸状に伸長するが、カレ齢と共に短くなり、生魚では頭長よりも短くなる。尻びれは前方に2本の有利トゲがあり。 それに血と毛と16から20難情が続く。口は大きく、シャイで開く。両額には、重毛状馬体が存在する。小柄は細く、尾ひれは深くに素する。側線は、前方で緩やかな曲線を描き、曲線部と直線部は、背びれの第12から14難情の直下で交わる。側線の直線部には16から20の両鱗が存在する。 胸部腹側のムーロコ域は、腹筋抜き底部から胸びれの基部まで広がる。エラカ数は合計で21から27、椎骨数は24である。生児の体色は、配足で青緑色で、腹側にかけて銀白色になるほか、体側面には無数の小さな黄色反転が存在する。災害の上端には小さな暗色反転が存在する。 背びれと、尾ひれは、開白色だが、尾ひれはしばしばはわずかに黄色味を帯びる。胸びれは薄い黄色で、腹雪は、無色透明から灰色である。釣り上げられたマルヒラ味本種は、インド洋と太平洋西部の熱帯、亜熱帯域に広く生息する。分布の西源は、南アフリカ沖やマダガスカルを含むアフリカ東岸で、分布域はそこから、黄海、ペルシャ湾、そして、 インドやスリランカまで広がっている。分布域はそのまま東南アジアの国々や中国の沿岸へと広がり、インドネシア、オーストラリア北部まで伸びる。分布域の北限は台湾や日本で、東にはトンガやサモア、ニューカレドニアなどの太平洋の島々まで広がっている。日本においては三重県以南の南日本で見られる。制御は沿岸部の水深の深いところにある岩礁や、 サンゴ礁でよく見られ、岸の近くで見られるのは稀だがが、浮き魚のような性質も持つと考えられている。幼魚は南アフリカのエスチュアリーやオーストラリア北部の浅い湾内で記録されているが、本種の海遊の詳細についてはほとんどわかっていない。他のアジカ魚類と同じく海面の浮遊物に集まる傾向がある。本種の生態についてはあまり研究が進んでいない。 小さな群れを作るか単独で泳ぎ、オキアミやシャコ、小魚、イカなどの小型動物を捕食することは知られている。歯が小さく貧弱なため、大きな獲物は捕食することができないと考えられる。他のアジカ魚類と比べると泳ぎは遅い。繁殖などについては不明である。生息域全域において漁業の主対象となることはほとんどないが、 エビや他の魚類を対象にした漁業において、混格されることがある。水深の深いところに生息することから、釣りの対象となることも少ない。しかし、食用魚としては美味であり、アジアの国々では時として商業価値を持つことがある。ありがとうございます。